皆さんこんこにちは、ah、ニュースからです。最近のホンダバイクの多くには DCT というシステムが搭載されています DCT とは一体どのような機能でどのモデルに搭載されているのでしょうかホンダ車に搭載されている DCT とは「デュアルクラッチトランスミッションの」のまず DCT とは「デュアルクラッチトランスミッション」の略称です ホンダ独自のテクノロジーで市販のバイクでは2010年に世界で初めてスポーツツアラーの VFR1200F に搭載されました。その後進化を続けながら NC700 シリーズや TX700 シリーズなどに採用を広げています。DCT の特徴はマニュアルトランスミッションの構造のまま。 クラッチ操作とシフト操作を電子制御で自動的に行っている点です。そのためほとんどのスクーターに搭載されているベルトによる無断変速式とは異なりマニュアル操作に近い感覚で走行することができます。つまりギア付き油段ミッションでありながらもオートマチックの操作を実現しこれまでのバイクの概念を変える革新的な技術といえます。 最近ホンダ車によく搭載されている DCT とは一体何 ?DCT 断面構造イメージ図参照ホンダ DCT はその名の通りにつのクラッチ、ドゥアルクラッチを備えた構造となっており、奇数クラッチの1速3速5速発進用クラッチと偶数クラッチの2速4速6速用に分かれています。シフトチェンジの際にクラッチの切られた前後のギアが。 待機状態となり、回転数に合わせて、瞬間的にギアチェンジを行うことで、伝達ロスを最小限に抑えることができます。具体的な動作手順としては、まず1足、奇数ギアに入ると2足、偶数ギアが、回転数に合わせて、待機状態に入ります。回転数が上がると1足、奇数ギアのクラッチが切られ、 待機していた二足、偶数ギアに切り替わります。続いて、切り替わった二足、偶数ギアの回転数に合わせて、前後の一足、三足、奇数ギアが待機します。回転数が下がれば、待機していた一足に変わり、回転数が上がると、待機していた三足へ、スムーズにシフトチェンジを行う仕組みとなっています。また、 DCT は手元のスイッチを操作することでアットモードと m t モードの2種類のモードに使い分けることができるのも特徴の1つですアットモードはクラッチ操作不要でシフトアップとダウンを自動的に行いますそして m t モードは手元のシフトボタンで任意にギアチェンジを行うことができるなどオートマチックの気軽さと。 マニュアル操作に近い操作性を両立させています。DCT のメリットとして、クラッチ操作がなくなるため、スロットルとブレーキの操作に集中することができる点が挙げられます。そのため、長距離ツーリングや渋滞などが楽になり、疲れにくくなる効果が期待できます。最近ホンダ車によく搭載されている DCT とは一体何 マニュアル変速時に起こる駆動力の途切れが少ないことからシフトショックを抑えることができますまたマニュアル変速時に起こる駆動力の途切れが少ないことからシフトショックを抑えることができるためタンデム走行時の快適性が向上しパッセンジャーへのストレスを軽減できる点も魅力の一つですさらにクラッチ操作を自動的に行うため 通常のマニュアル車よりも素早くシフトチェンジが行われ滑らかな加速と減速が可能になります加えてマニュアルのバイクに近い操作感ながらアット限定免許でも運転することができますではほとんどのスクーターに採用されている無断変速 CVT とはどんな点が異なるのでしょうか CVT はギアが変速する明確な感覚の差は感じにくいですが DCT ではこのシフトアップアンダウンの感覚がライダーにしっかりと伝わりますさらに DCT は減速時でもしっかりとエンジンブレーキが効く感覚を感じ取ることができるなどオートマチックでありながらマニュアル車のような操作感を損なうことなく走行することができますいかがでしたか 本日はここまで、最後までご視聴ありがとうございました。